しょうか。何回なんだね。感情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっと教えてよ。と二人は大空を迷うことなく飛べるのに、
挟んだ二人もたまに目が合うことも深い意味なんてないのだろう。悲しいけど君が笑ってくれる、ただそれだけのことで僕はついに心の場所を見つけたよ。うるさくて痛くてもどかしくて、見ていてください。こちら QR コード貼っております。インスタ、TikTok やってるのでぜひフォローお願いします。じゃあ、きつく体抱きしめ